おはようございます。こんにちは、こんばんは。刹那圭介です。イブやっていきまーす。ファイル11。ここで終わったんやね。じゃあ、出ていきますね。はい。イブ、もう出発して大丈夫なの？大丈夫です。オッケー。じゃあ、行きましょうか。オッケー、行きまーす。前回ね、この左のところにね、女性の絵を数えてパスワードとして入力するところ、その部屋が入れてないんでね、行ってみたいと思います。行かないと。イブ、そっちに行くのはもうやめておきましょう。ちょっと待って。ギャリーさん、やり残したことはあるんですけど。ダメなんですか？ちょっと、冒険精神がうなっていますよ。私の体の中では。お、雰囲気あるな。なんだ。お、何何？なんだなんだ。あのドアからノックが聞こえた。ノックして、もしもーし。鍵がかかっているのかい？鍵かかっているのかい？扉に覗き穴がある。覗いておくかやめておく。覗いてみましょう、そりゃ。何も見えない。何も見えんのかい。なんか見えて欲しかったな。これノックして、もしもーしまでした。したんやけどさ。何か見えてくれよな。お！なんか迷路みたいなのが、また迷路か。なんだそれ。え？入り口閉まっちゃったわよ。あー、ヒロインいた、ヒロインいた。やばいやばいやばい。なんか赤いやつと、真ん中の青いやつと緑のやつがある。お？あ、やばざま、詰まってやんの。あい、やって、来いや。それより赤いやつ調べたらなんなん？あ、ボタン？押してみようか。あー、なんか来た。じゃあ残りのやつも赤いやつが動き出したってことは、多分赤いボタンを押して赤いやつが動き出す的な感じになったんだろうな。ってことは真ん中の青いやつを押したら、あの青いやつ動き出しそう。青いやつなん、これ。これが何？緑。これならいけるでしょ。あー、ちょっと待って、緑やん。ちょっと待って、緑を押したら緑やん。青いやつ動き出した。ちょっと待って、やめて。これ青いやん。こっちの方が青いやん。あー、いたわ。で、おかしい。黄色、赤いやつ押したら赤いやつ動くかと思ったけん、緑ならいけるだろうと思った。全然気がんた。なんで緑のやつを押して青が動くねん。確かに昔の緑、青っていう認識だったよ、日本人。うん。ちょっとした豆知識。イブちゃんも物知りなのです。ざまざま、おい、こっち来いや。来てみろや、おい、おい、来いや。どうした、来んのか。来れんのか？おい、来いや、おい。来いや！はい、いい気分。あ、まだお前終わるやん。お前どこにでもおるな。モブキャラか。怪で言う黒服扱いなのか？うん。これは？ミルクパズル。イブ、ミルクパズルって知ってる？あれだろ？ミルクパズルって真っ白で、って見た目どうしたの？あら、ほんと？私、あれ、苦手なのよね。お？ああ。そっか。切っておきました。ちょっと、気にしない。すいません。昔やったことあるんだけど、同じようなピースばっかで全然すまなくてさ。頭に来てから適当にはめ込んで完成させちゃったわ。その後、パズルが弾け飛んで大変なことになったけどね。ざま。ポップコーンみたいになったんやだ。ポップコーンパーティー。弾け飛んだって。パズルってそんな一面あるん？ファイル12。ファイル14使ってなかったな、これ。月夜に散る儚き思い。うん、これは別に、なんつうかいい感じの絵やけどな。あれ？いや、なんでもない。あれじゃないわ。鏡がまたあって、こっちに。おう、なんこれ。何よ、この像。水路ふしえ、ふさいじゃって、ちょっと口がなんか回らんな。ふん、わっしょーい。ふう、よし、これでオッケー。鍵を開けた。ああ、ここがあれだったんだ。さっきのノックしてきたやつだ。お前がノックしたんか、お前。つか覗き込んでもこいつのことは見えんかったし、赤やけんちょっと目立つ色なんやけどな。これなんだろう。天井から紐が下がっている。もちろん引っ張りまーす。OS! OS! OS!
OK。下がったんこれ。下がっている。下がったんじゃ。OS じゃなかった。勝ちでいけるタイプだった。頑張って引くぞじゃなかったわ。勝ちでいけたわ。鏡だ、鏡だ。また鏡来たよ。鏡よ、鏡よ、鏡さん。世界で一番美しいのは誰？ああ、やっぱり、まだ、イブとギャリーが一番だよな。同率一位なんやな。さっきの右側におった骸骨は、来んよな。今回は、さすがに。一位にならんよな。うん、オッケー。もう一回調べたら。なんもないですよね。一位はこの二人ですよね。オッケー。じゃあ次行ってみよう。この、あ、鍵かかっとるわ、まだ。何かしら、このパネル、みたいなの、何か入力できるみたいよ。え、なになになにこれ、なにこれ、なにこれ。深海魚みたいなのがおってさ。え、なにこれ。なにこれ、なにこれ。何かボケろって言うんか。ボケろってか。ボケません。思いつきません。ボケ、思いつきません。わーっつ。何も起こらない。当たり前です。なんこれ、なんこれ。なんかあるんかな？なんかあるとは考えにくいです。あ、それよりあれじゃ。あの日も引っ張ったけん、なんかあるんじゃないかなと思ったんやけど、ないんかな？あー、なんかある！壁に文字が浮かんでいる。ゲルテナ店にある床に描かれた大きな絵のタイトルは？ゲ、もしかジャンゴ。あの大きな魚が描いてあった絵よね。イブ見た？あったあった、あの、でかいやつ。しかそこに入ったらこういう世界に迷い込んだ感じやけんね。何だったかしら。確か深海のなんとかって一文字じゃったのよね。ちょっとエブ適当に一文字あげてくれない。まあ深海の間か。ああそれっぽいよね。でもなんかこうもっとスケール大きい感じだったような。そんなにスケール大きい絵でもなかった。じゃあ他の選択肢選んだ何なんだ。深海のなんとかって。じゃあよー迷えって何。深海のよ。あ、そうよ、それだわ、イブ。深海のよ、タイトル読めた？いや、読んでも、読めても、覚えてないよ、そんないちいち。深海のよだからね、深海のよ。なんだそれ。これ何もアクション起こしてない。なんだなんだ？あ。ただなんか電話来たんで撮りまーす。とりあえず深海の妖か。なんでこのタイミングで今度はメール来るん。ちょっと待って。はい、メール見ました。はい、なんだから実況しようときメール消すぎないよ俺の携帯。何かしらこのパネルみたいなの何か入力できるみたいよ。深海のようやな。し、の、つ、け、パニック、パニック、み、あ、間違えた。パニック、パニック、パニック、みんなが慌ててる。噛んだっていうパニックを起こしたよ、俺が。ボケるところなんやけん。そこはパニックったらあかんよ。噛んだらあかんよ。なんもなかった。そりゃ当たり前や。噛まんかったらちょっと笑い取りとったんかなって思っとったら、なんか、もったいない気がするね。し、ん、か、い、の、よ。はい、これが正解。あー、どこやって、あれ、カーソルどこ行った。カーソル見失った。カーソルアローのところ。ちょっとカーソル見失った。なんか色が似とうもんな。何かの音がした。入れた。うわー、またお前おるわだ。お前どこにでもあるやないかい。さて、いろいろ本棚がありの何ハチナハチナ。私はその何々めかしく美しい何々に指を何らせ、何々の何々何えらさせる彼女をそのままギャリーに本を閉じられた。こういうのは大人になってから読みなさいね。大丈夫、イブ。イブはね、年は9歳ぐらいだけどね、
精神年齢38歳だからね。うん。大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー。ここの女性たちは、みんな花占いが好き。どうでもいいわ。そういう自己アピールとかやめ。次。あ、こんなもんなし。やっぱこれですか。これですか。決別。なんか、嫌な絵ね。お？わ、なに？停電？なんか来る？なんか来る？ちょ、暗くて何も見えないじゃない。イブ、いる？よーし。ギャリーさんにドッキリを仕掛けまーす。いない。何言ってんの？いるじゃないの。確かに。いないってことやったら、そこにおるってことよ。何を考えたら。しかし、困ったわね。あ、そうだわ。ライダーがあったのを忘れてた。おお。やる。あー、なんかすごいことになってる。え？ね、何よこれ。ほんと何よこれや。助けてやめて死にたくないとかね。ほんときついわ、精神的に。お前何血出しとんな。お前こんな血出しとったか、おい。やめてよね。そういうのやめてよね。あー、お客様に申し上げます。当館内は下記厳禁となっております。マッチ、ライターなどの持ち込みはご遠慮くださいますよう、お願いいたします。万が一館内でそれらの使用をスタッフが発見した場合、いや、スタッフさん、スタッフさん、バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。わかったかい？それより最後に確認しておこうか。鏡よ、鏡さん、世界で一番美しいのだーれ。あー、ヤリーさんの頭は潰されてる。あー、鏡よさん、世界で一番美しい女性からギャリーを外されたのですね。イブちゃんトップ、単独でトップ。やった、ギャリーさん残念。ん？どうしたのイブ、顔怖い顔して。怖い顔、いやいや歓喜の顔ですよ。第一位に私一人だけが選ばれたってことに感動しております。なんでもないです。なんでもないんです。大丈夫です。ギャリーさんは気にしない。オッケーオッケー。あー、もういろいろ変なことになってる。目とかなんだよ。目ってなんだ。そして両目とも、潰されてるよ、もう。やめてよね、もう。そういうのやめてよね。あ、それよりや。これ結局なんなん？何か起こったん？よくわからんない。まだ頑張るわ、こいつら。さーて、どんどん。お、新しいところ進めるようになっとるやん。セーブセーブ。どうしよっかな。区切りいいし、ここでやめてもいいやけど、ちょっと見てみようかな。向こう側にセーブ。ああ！誰だ？女の子？ちょっと大丈夫？何を見ているんだい君。そんなにジロジロ見たってセクハラまがいの行為としか思えないよ。なんだ、え、待って。ねえ、あなた、もしかして美術館にいた人じゃないの？あ、やっぱりそうです。私たちは美術館に集まった戦士たちです。私はギャリーで、こっちの子はイブっていうの。はい、イブです。チャース、チャチャース。私たちも美術館にいたのに気づいて、このわけわかんない場所に迷い込んじゃってて、今なんとか二人で出口を探してるわけなんだけど、もしかしてあなたもそうじゃない？あ、私も誰かいないか探してたの。外に出たくて。それで、そうか。ああ、やっぱり。ねえ、よかったら一緒に行かない？え、女の子一人じゃ危ないわ。ここ変な生き物とか結構いるみたいなのよ。だから一緒に行きましょう。みんなでいた方が心強いし。っていいよ、ギャリーさんはそんなに心強い味方とは思えなかったりする。ライターしか役に立ってない。うん、行く。じゃ、決まりね。あ、名前はなんて言うの？ちょっと待って、ギャリーさん。
ちょっと当てさせてもらおうか。そうやな、なんだろうな。まあちょっと勘で言うんやけどな。勘で言うんやけど、あれじゃない？メアリーちゃん、メアリーなんじゃん。当たったらすごいな。当てないとは思うけどな。メアリー、当っとったやん。メアリー、当っとったやん。マジか、メアリー当たってしまったわ。今日はなんかいいこと起きそう。メアリーね、よろしく、メアリー。うん。イブ、よろしく、よろしくね。うん。よーし、それじゃあ仲間も増えたことだし、張り切って行くわよ。おー、いきなりノリノリだな、この人は。じゃあ、せっかくやし、声でセーブしてさ。うん、一旦セーブ。ファイル14。はい。じゃあ今回はこの辺にさせてもらいましょう。ご視聴ありがとうございました。See you again.